皆さん、どうもこんにちは。しおりです。二日酔いの日はなぜか晴れるというジンクスが今日も無事立証されたところで、ちょっと昨日他人の楽しみすぎてしまって、で、まあ言うて軽めのやつなんですけども、まあ起きた時間は宮根さんの活動時間。もうこんなにも素敵な秋晴れの癖して、私が見てる世界はこんな感じ。そして私からは前日の居酒屋臭が漂う。でもまあ幸いにも軽度なものなので、ゴロゴロしながらネットサーフィン。そんな私を虜にしたのは、そう、二郎系ラーメン。なんかわかるかな、重度だと食べ物さえ見たくないんだけど、軽度だとだんだん治るにつれて味の濃いものを求めてしまう。それよ、やばい。しかし何を隠そう、我二郎系ラーメン未経験なので、いろいろ興味湧いて調べたんだけど、さぞ起き手が難しそうじゃない？あ、だってさ、店員さんからニンニクって聞かれたら、ニンニクいりますかの略だったらわかるけど、ニンニクいりますか、野菜いりますか、油いりますかとかの総称でニンニクらしい。初見殺しにも程があるよね。ということで、入念な下調べを終え、予約していた整体に行き、さあ今日という一日に懺悔を、初めての二郎系を食べに来た。よく考えたら整体終わって体緩んで、しかもさっきまでに二日酔いだったらという私にとって、ちょっと二郎系は荷が重いと。そんな時にお煩い向け、コンビニにあるではないか。今日はね、コンビニ二郎で我慢したいと思います。ちょっと顔はまだまだむくんでるんだけど、この時間になってみなぎってまいりました。正直日和りましたね。だってコールできないと怒られたりするらしいし、どんな時この二郎であれば怒られもせず、ちょっとした予習にもなるかなと思いまして。これさ、こっからも匂いすんだよ。開けてないのに。まあ二郎は逃げないので、今度万全な時に体調を整えてリベンジせざるを得ないかなと思います。というわけで、レッツクッキング。言うて何も食べれてないんですね。というのも使い勝手から。というわけで、あまりにもさ、二郎系ラーメンだけだと、もう炭水化物と油しか取らないみたいなことになりかねないので、自ら野菜マシマシにしとこうと思ってね。すっごい量。こんな感じで野菜を調理。もうこの油のおはぎのようなものが乗ったものをレンジでチンしていくわけなんですけども、このおはぎが溶けきると最高のジローになるということで、間違いないでしょうか。これを食べて待つ。大好き。いただきます。もうセブンといえばの殿堂入り、いっちゃん好きなタブバサラだ。前回のセブン飲み動画でもすごい共感を覚えてもらえて、すごい嬉しかったし、まだ食べてない人ともにタブバしましょう。で、今これ剣山で頭をウリウリとしているんですけども、これやると通常であればかなりむくみ取れる気がするのでおすすめ。今日の私はいまいち。よろしく頼む。2年ほど前まではあんなにもおはぎのようだった油、それをマイクロウェーブに入れることによって
って早7分40秒。なんということでしょう。見違えるほど綺麗な輝きとなって帰ってきました。一度は諦めかけた憧れの野菜増しも匠の手にかかればご覧の通り。富士山の見える家に住みたい、そんな娘さんの希望が込められております。壁には家のシンボルとなるチャーシュー、そこにはお母さんの夢だったニンニク増しをプラス。あ、ない。はい、おふざけはここら辺までにして、ここからは本気モード入ります。もうね、この娘さんが富士山の見える家に住みたいって言ったからには本当に野菜増しになってしまって、まずはスープから行くことにしましたが、うわなんということでしょう。あんなにもひよっていた二郎系、美味しくて手が止まりません。人生知らない方がいいこともある、そう二郎系を食べることを揶揄した友人の声が脳内に響き渡ります。ニンニクたっぷりのスープだけで飲める。いや本当にね、こんなにもストロングなラーメンを食べてしまったらなお普通のラーメンでは物足りなくなってしまうんじゃないかっていう懸念がある。しかもこれでコンビニクオリティでしょ。実際行ったらどうなってまうの。じゃあ行きます。晴天の霹靂。もう本当にあの二郎系は初心者なので、いろいろ至らぬ点があるんですけど、お許しをください。そして麺をいただきましたが、何ですかこの麺の太さは。この小麦を感じる麺たまりませんね。で、私ここだけの話、麺をすすっていうのがそこまで上手ではなく、苦手な方なんですけど、この太さになるといよいよ上級者。頑張ってます。よろしく頼む。上で行き急ぐように食料庫に向かった私、手に取ったのはパックご飯。あのどえりゃうまいスープにご飯なしっていうのはちょっと考えられなかったですね。この重そうで箸折れるんじゃないかっていうぶっとい麺を口にかき込みまして、頑張ってすする。その後にこのホクホク出来たて白米からのチャーシュー、なんと綺麗な三拍子で、正直あのおはぎの油の部分が全て、それの溶け切ったスープがじゃんじゃくうまい。だからね、この麺もいいんだけど、私的にご飯これをつけて食べるっていうのが至高すぎ。わしわし、わしわし、俺だ俺だってこと。あとこれ絶対家でやるなら野菜増しにしな。スープに浸かる野菜の美味しさたるやですよ。これはすごい。リップグロスで、最後はこの国会さんになるべきスープにご飯を浸したらレンゲでいただいてね。はい、わ最強。これで難なくセブンジローであれば余裕とのことが分かったので、次こそは実際に店舗へ行きたいなと思います。でも本当今日という日にはもってこいの一品だったな。カロリーもさることながら脂質。デカ豚ラーメン、わしわしワックス。ちなみにわしわしっていうのは、食感、噛み応え、咀嚼する際の感覚がわしわししているっていう意味らしい。全然余裕で食べれたですけど、これはもう3分の1ぐらいなのかな、ジローに比べたら。まあ、あく
くまでもこれは二郎系風ということなんですかね。まあ、とにかく次は実際店舗に行って食べに行く編をやりたいので、皆様どしどしおすすめの二郎系あれば教えてくださいまし。というわけで今日も最後までありがとうね。じゃあのー、良い日々を。